わあ、向こうの方人がいっぱいだ。みんな下向きながらさ、携帯持ちながらさ、なんかこんなことやってんだけど。寝る寝る。みんななんか携帯練ってんだよ、画面を。はい、というわけで前回に引き続き今回も、筋肉はお休みで、その理由が、筋肉自身がね、コロナの濃厚接触者になりましたということで、5日間自宅待機です。今クロミちゃんのね、くじの収録してるんだけど、同日に発売されてる、スヌーピーのくじ、これもお休みになりますので、皆さん把握の方よろしくお願いします。筋肉の出演を楽しみにしてくれてたね、あの視聴者の方には申し訳ありませんが、もう少々お待ちください。まあ、でも筋肉はね、あの検査したところ陰でしたので、はい、まあ、そこはね安心したね。というわけで今回引いていくくじは、サンリオのクロミちゃんのくじ引いていきます。頑張れ。一言なの。一番おって思ったのが、1回750円。今までずっと800円だったわけじゃん。引けば引くほどお得ないよ。なるほど。だって10回引いたら500円もらえるから。あ、もらえる。そして気になるラインナップですよ。今年出版さ、佐久間くじあったじゃん、うん。で、ポップコーンメーカー当たったじゃないの。うんうん、今回もね、また作れるんですよ。お、君食べるの大好きじゃん。おうおうおう、うん、食べるが生きがいみたいな。ぶひ。一番に、チーズチョコレートフォンデュメーカー。これが悪いよ。はい、高カロリー、最高。確かに。うん、ポップコーンは割と低カロリーじゃん。あ、そうだね。だこれでまあ、ある意味中和されるんで、健康です。はい。そして、2番、ぬいぐるみ。おー。これもね、なんか写真見る限りめっちゃクオリティ高いんよ。うんうんうん、うんうん。作りもすごい細かそうでね。あと気になるのがサイズ感だったりとかさ。はいはい。そういうとこじゃんね。で、3番がバッグ。これもまたね、すごい真っ黒でね、うん、おしゃれなのよ。うんうんうん、かっこいい。はい、で、ここから、解消の方を流していきましょう。4番がノート。これ個人的にかなり気になってます。続いて、5、6、7、8がアクリルチャーム。ブラック、パープル、ピンク、ブルーと4種類あります。そして9番と10番がマルチクロスの、ブラック、ピンク。そして、パープル、ブルー。続いて、11、12がミニショルダー。これがブラックとブルー。そして13、14で、ポーチがパープルとピンク。15、16でクッションのブラックとパープル。そして最後にラストスペシャル賞が、ボルスタークッションですね。ボルスターってなんだろうね。ロブスターなら知ってるけど。サクマの時もさ、うん、スツール。ああ、そうだそうだそうだ。そう。わけわかんない。横文字並べんのやめてもらっていいですか。あの、サンリオってほら、結構子供とかもさ、ね、触れてくわけじゃないの。うん、入れ物とかさ、あの、頭に巻くやつとかさ、そういう感じが個人的にはいいかな。あ、で、なんと今回のくじのコンセプトがですね、世界クロミ化計画。もう結構見慣れてる人は見慣れてるんじゃないでしょうか。クロミちゃんのグッズ系ってさ、結構かっこよかったり、黒系が多いじゃん。うんうんうん、だからね、男性でも身につけやすいなって。あー。うん、今更ながら気づいたよね。じゃあ、あと狙い言っていきましょう。で、前回ポップコーンメーカー、妹が欲しいって言って、当てましたけども、今回のこのチーズチョコレートフォンデュメーカー、これも欲しいって言ってたんで、一応狙いとしてはまあここと、うんうん、個人的に気になってるノート、うん、この辺かな。まあ、あとバッグもね結構気になってるんだけどね。そうだね、うん、何時今？3時、おやつの時間じゃん。あ、3時だでしょ。なんかね、おやつ食べたいなと思ってたんだよ。私はぬいぐるみとアクリルチャームかな、はい、なるほど、この2種類。うんうん、筋肉の狙い、はい、これ聞いてきました。ぬいぐるみ、ノート、アクリルチャーム、この3種類と。で、今回の企画なんですけども、前回ワイヤスとレオナやらかしちゃったんで、あの、今回1万円企画でいきたいと思います。はい、で、今回750円なんで、まあ、ちょっとね、6回ずつか7回ずつで悩んだんですけども、ちょ、6回ずつで控えめにやらせていただきたいと思います。なんで合計12回勝負。それでは頑張っていきましょう。売り切れちゃいました。あ、今から出すから多分今中で準備して。あー、そうですね。はいはい、はい、じゃあこれも、うん、はい、いや、はい、君からいい。おーい、あ、売り切れちゃう。嬉しい。終わった。じゃあノート。お、上位出ないかぶったか。おー、チピンク。よいしょ、最後。あー、まあでもかぶんなかったから、ここも上位出なかったらやばいよ。結構上から撮った。俺逆に下からちょっと撮ってみよう。はい、さあ、じゃあ行きます。よいしょ、ブラックかぶった。かぶったか。
ロックかどうかがわからないな。マルチクロス。これは初めて。やばいね。上位1個でも欲しい。すごいブラック。やばいな。めっちゃブラックじゃん。初めてじゃん。引きもこれブラックなんですけど。またやっちゃった俺。やっちゃったね。うん。いやーばくない本当に。なんでだろうね。筋肉いないとダメなのかな。わかる。うん。でもよ。ノート2冊ゲットしたから。まあ。ね。でこれ筋肉2冊あげるから。いいよ。これで俺の名前でも書いたらいいじゃん。あ、なるほどね。うん。じゃあまずクッションからいきましょう。これなんとブラックがね3つ出たんだよね。もう1色あったじゃん。あった。出なかったよね。出なかった。めっちゃ偏ったやん。でもね、個人的にはブラックの方が好きだから、これは良かった。はい、出してみます。はい。はい。あ、こんな感じ。どう？あー、いいんじゃない？いいんじゃない？サイズ感良くない？うん。大きすぎず、小さすぎず。まあ、若干コンパクト寄りなのかなって感じだけど。見て、イラストめっちゃ可愛くない？そうなんだよね。しかもさ、表より裏の方が俺好きなんだけど、ほら。え、マジ？めっちゃ可愛くない？嬉しい！ちなみにサイトには載ってない。あ、マジか。うん。ワンちゃん裏面貴重なシーンじゃん貴重な映像じゃんこれねえ、ね、これ収められたのでかいよ。うん、おすすめ。うん、もう片方見たかったわあ、確かに。はい、続いてポーチいきましょう、はい、これね、もうね、すでにね、俺ちょっとうわ、いいなって思ったのが裏面、うん、裏返すよ。え、またせーの、はい、バクくんです。マジか、これやばくない？え、これめっちゃいいんだけど。そうきたか。うん、だからここ裏面違うクロミちゃんとかするんじゃなくって、うん、こっちもね、ちょっとバク君持ってんだけど、うんうんうん、バク君単体よこれ。へー、なんか珍しいけど、なんか こういうのめっちゃ好き。いいね、いいね、いいね。普通にファスナータイプで金色ですね、うん、開けましょう。ほい、どう？お、内ポケットがしっかりありまして、うん、中は、まあ、ピンクっぽい感じかな。紫っていうよりはね。そうだね、うん。でサイズ感はね、俺最近めちゃめちゃお世話になってる手荒れのハンドクリーム、うん、ね。これあれだよ、塗ったら手荒れするわけじゃないからね。うん。見て、ちょうどいい。お、ほら、ぴったし。いいじゃん、いいじゃん。こういう感じで、まあちょっと小物入れというか、うん、には最適のポーチですね。授業終わりです。はい、じゃあ続いてミニショルダー行きましょう。めっちゃ可愛くない？はい、うん。かっこかわいいよ。で、しかも裏面いくよ。ほい、せーの、ほい、んバクくん裏切らないね、期待をね。そうだね、ここでもバクくん。これなんだっけ、マジックテープ、テープタイプね。はい、ほいね、ワンタッチで、ほいほい、そうだね、楽勝意外とね、この下のこのマチがないから あんまり厚めのものは入りません。薄めのタイプ、うん、でも、俺安心これ入るんで、ほら、手荒れクリーム、うん、ほい、ほら、入っちゃうね。で、ワンタッチ、ほれこれでもう、いつでも荒れ放題、うん、いつ手が荒れても安心みたいな。早く直してもろて。一番長くしてこんな感じ。まあ今ちょっと上着着てるんで、うん、結構なんか短めに見えちゃうかもしれないけど、多分実際にはもっと長くできるのかな、こうやって、うんうん、一番短くすると、うんこうなります前掛けみたいなはい、続いてマルチクロスのパープルブルー、これも被りました。色めっちゃ被ったね。ね、やっぱデザインがめっちゃ可愛いじゃんほらそうなんですよ ね、いやいいね、素敵だね、うん、マルチクロスっていうか、まあ、ハンドプールみたいな感じだね、うん、これね。あ、本当だ本当だ。全然小さいわ、思ったより。うんうんうん、うん、って笑って拭いて、うん、で、その後にこれね、うん、これ大事だから。あ、うん、今日、あれなんかそれの、なんかなんていうんだっけ。いや、言っとくよ、はい、案件じゃありませんで、このさ、背景の模様がさ、違うじゃん、ほら。あ、本当だ。ちょっとダイヤっぽい感じでしょ、こっち、うん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 、に対して、こっち、つぶ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 、うん、ねえ、あ、ハートだったわうん、はい、というわけで続いてアクリルチャームです。はい、3つ引いて4種類やったんだけど、残念ながらね、ブラック、ブラック、ピンクね、ちょっと被っちゃったね。はい、というわけで実際に開けてみました、ね、めちゃめちゃ風で荒ぶってますけどはい、地味に寒いんよ今日外そうだね、うん、サイズ感めっちゃ小さいよ。お、
手のひらと比較してもこんな感じ、うん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 、かなり手のひらのもう半分、うん、すごいね、思ったより小さかった。でもね、アクリル部分が大きめだね、うん、そうだね。でこのねポンポン、この、はい、あのあれ耳かきについてるやつ、うん、そうだねこれがセットっていうのはまたかわいいよね。いいね。これでねちょっと実用してみようよ。あるよね、ミニショルダーに実際つけてみました。どう、いいじゃん。ほらブラックにブラックだから、そうちょうどいいかなって思って。なるほどね。そうつけてみた。こういう使い方もできる。いいで、うんうん、でポーチとかでもさ、いいよね、つけることができる、うん、そうだ ねめっちゃかわいい。いやめっちゃいいじゃん。どうよほら短いんだわ。あでもあかわいいよ。ありがとう。うん、ピピース。それではラスト、ノート行きましょう。これめっちゃ気になってた。で、先に言っちゃうと、はい、あの一緒に紙が入ってあって、うん、64シーツって書いてたんで、あまあまああるよ。そうだね。うん、これね、表紙の部分、うん、硬くてしっかりしてんの。これすごい、やっぱね、ちゃんとしたノートです。うん、よくさ、あのスケジュール帳みたいな、なんかあるじゃん。うんうん、使ったことないけど、あれみたいな感じで、かわいい。やっぱねめっちゃかわいい。で裏面にはなんと黒みか計画のロゴがドンと真ん中に、ここに来て、うん、確かに確かに、ここはバク君じゃなくて黒みか計画。じゃあ開きます。まず1ページ目、じゃん、んまさかの何もない紫からの、はい、あ始まるんですよ、ここからが。なるほど ね左下の部分、はい、ここにクロミちゃんのイラスト、そして右上にクロミって書いてありますね、はい、あとはもうねひたすら網特になんかページ数によってイラスト変わったりデザイン変わったりみたいのはないです。もうこれ統一されてます、うんうんうん、で一番最後のページも同じ、はい、ここになんか貼るのかね、どういう使い方するんだろうね。なんかあったらコメントください。気になるこれは。うん、うんうん、横のところもここにクロミって書いてある。細かっ、細かいね、すっごいおしゃれよやっぱり。はい以上です。はい、で個人的に思ったのは、まあ、なんか次なんかクロミちゃんのねくじとか来た時になんかこれに合わせたこのボールペンとかをなんか商品で出してもいいのかなって思った。そうだね、値段的にも750円800円だったらちょうどいいじゃん。うんうん、でなんかさ上にさちょっとフィギュアっぽいのがついてたりしたらさなおかわいいじゃんね。だねー、はい、っていう感じで、まあ、ジョイショーね今回あの弾けなかったんだけど個人的にちょっと押したいのはこれですね、うん、はい、今までになかったしそもそも。そうだね、ショルダーとかバック系とかって今までポーチとかもさ、うん、何回か来てるじゃん、うんうんうん、今回ノートっていうのはもう全然うちら見てこなかったから、うん、個人的にはこれおすすめでした。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル、サンリオ関係の動画をたくさん投稿しておりますのでぜひ好きな方は下からチャンネル登録と高評価、そしてツイッターフォローで応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次回はねスヌーピーのくじ、はい、これも全力で頑張っていきたいと思いますのでぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃっ、もう一回いきます。あ、じゃあアクリル直した方がいいかも。なんで戻んのこれ、そんなに反抗期、あお辞儀して戻った時か、うんうん、じゃあ次もまたなるかもね、多分ね、じゃあ見といて、うん、はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。わしチャンネル、くじ動画たくさん、え世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない、青胸にもしも夢に疲れ